女性へのパンプスなどの強要に異議を唱えるクートゥー運動。ネット署名が2019年2月からおよそ5ヶ月で3万人を超えました。クートゥー運動のきっかけを作ったのは石川由美さん。働いていた葬儀場であることに気がついたといいます。ある日なんかふと男性社員さんの靴を揃えたことがあって、その働いてる最中にあれなんで違うものを履いてるんだろうな私たちって思ったんですよね。ヒールもないし、これで働いてたら多分だいぶ効率が上がるだろうなってその時に感じましたね。こうした靴によって外反母趾など足を痛める人もいます。2019年1月、ツイッターでなんで足怪我しながら仕事しなきゃいけないんだろうと発信。賛同が広がり、賛同者の一人がハッシュタグクートゥーを生み出しました。男女に差があることに気づいてもいないっていう人がすごく多いっていう状態だと思っていて、それはその男性だけでもなくて女性自体も実覚してないっていうのがすごくあると思うので、なのでこの靴で気づいてっていう気持ちでやってますね。6月には企業がパンプスの着用を女性のみに命じることは性差別またはジェンダーハラスメントにあたるので禁止する法規定などを求める要望書を集まったネット署名とともに厚生労働省に提出しました。パンプスを好むことを否定するものではなく、女性だけに強いる職場やマナーがあることに対する問題提起です。現状別に担当も持ってない人はいいんですよ。全然押し付けられること自体も嫌じゃない人もきっといると思うし、それが楽な人は全然もちろんいると思うんですけど、そうじゃなくてその過去の自分みたいになんかモヤモヤするけど何かわからないって思ってる人は、自分で選ぶっていうのはどういうことなのか、それを一度考えてもいいんじゃないかなと思いますね。圧力からやってるんじゃなくて、自分がそれをしたら幸せになれるからやっているっていうような判断をできるような社会であったらいいなって思いますね。